庶民の食べ物小泉魚を直に火で炙るということは他の国ではしないことなのか西洋を旅行して裏町を歩いても魚を焼くにおいを嗅いだ記憶はないように思う「青煙散じている五幸の家」という当時の句は別のことを演じたものであるが。 とにかく油の乗った魚を焼く煙が民家の軒をくぐって青く夕暮れの空に昇るという景色は日本独特のもので我々に強く国土と季節を感じしめる魚を焼くといえばまずサンマとイワシを思うがこの国でこんなうまいものが安く誰の口にも入るというのは幸せなことだ私の母はイワシが好きで 私たちが子供の時その頃私は魚よりも肉を好んだが焼いたイワシを食べさせながらこんなおいしいものを天使様に差し上げたいとよく言ったイワシやサンマのようなゲウオは宮中の食前には上がらないものと思っていたらしいが聞けば事実は必ずしもそうではないらしいそれはとにかく人間がことに勤勉で勇敢な日本の漁夫が 取りすぎてて魚がだんだんん少なくなっていくっいう鮭もマスもカニもであるがますます増加する人口のためサンマとイワシは取り留めたいものであるサンマイワシといえば温かい飯と来なくてはならないが贅沢な料理の前に向かった時よりもかえって家庭でこのような質素でうまい食事をする時に今日もこうして無事に飯を食うと思い飯が食えるということが 人類にとってどんなに重いことであるかというようなことを考えさせられる。さんまから佐藤春夫の詩を思い出しているというのではないが人はどうか私は食事の時に自分の心が感じやすくなっているのを自覚する。よく食事をしながら人の哀れな身の上やけなげな振る舞いの話を聞いて涙を落とすことがある。 涙腺と,とは何か特別の関係があるものか聞いてみたことはないが昔から箸を投じて落雷するというような話があるからこれは私一人ではないのかもしれぬ少年時代住んでいた三田の家の少し離れた並びに昔福沢先生を頼って故郷の中津から出てきたという「武前屋」という相当な米屋があり夕暮れなど近所の浦長屋の女将さんが みそこしを前掛けの下に隠すようにしてその敷居をまたぐのを私は見て知っていた米の一生涯ということの意味を少年の私は返していたどうかすると我が家の食事の時にそんな景色を思い出して急に喉が詰まり涙の味のする飯の塊を無理に飲み込んだような記憶がある私は政治上あまり好んで民主主義を振り回す方ではないが右に書いたような意味で 食物に対する好みは民主的と言えるであろういたずらに高価な季節外れの珍味などを出されることなど好きでない凝ったものひねったもの変わったものは全て敬遠する方であるさして変わったものというほどではないがカタツムリやカエルも御免を被りたい知らずに食うことのないようにと品濃のティエンチフランスのグルヌイユがカエルであることを 私は早くから調べてて用心している。先年東京のある料理屋で加賀の白山のたぬき汁というものを出されて腹を立てたことがある第一汁の味である私には臭くて脂っこくて喉を通らなかったけれどもそれは好き好きだからこれが結構だというものを強いて止める必要はないただそのタヌキを加賀白山のさんと断ったのはどういうことだろう これが松坂の牛肉だとか、何川の鮎とかそういうなら誰にもわかることで、それを断る理由もあるだろうが、人間の常食でないタヌキの肉に、特にその産地を契機する主人の心理はどんなものであろう。どうもそこに苔脅しがあるように思われて、辛抱しかねた。当時、そのことをちょっと書いたら、幸田露伴が見たということで、至極同感だと人づてに言ってよこしてくれた。私はそうたびたびは出会わないが、小料理屋の主人などに、 客に対しうまいものを食わしてやるという顔をするのがあるのは平行だ主人自身もだがまたその主人の意を迎えてあつ追唱の見本を示す客もあるのはなお困ったことであるいつかアメリカの雑誌にニューヨークのある大料理店の給児長だった男のチップに対する経験談が載っていた客に対してどのようなサービスをするのが一番もらいが多いかというのである 彼の結論は「陰銀定調にするよりは無愛想で威嚇的である方が好成績だ」というのであったなかなか面白い話だと思って読んだもし果たしてこの通りであるなら食わしてやるタイプの料理屋の主人はよく考えた商売上手ということになり事実もその通りに違いはあるまいが。 客の一人としては、やすやすこんな手に乗って合唱する仲間の多いことは、悔しき次第である。